ですね。新しい歴史の中の革新を合わせたものに仕上げました。
そしてデザインそれぞれのストーリーをご紹介します。まずは4ストライプス。4本のライプはクラブの土台となり文化を作り上げる4つのバリュー。最前線、クリエイティビティ、多様性、可能性を表します。続いてイレブンストライプス。右肩上がりの11本のラインは勝利を目指し決して挑戦をやめず常に高みを目指し続ける選手たちの姿を表現します。そしてワンストライク。1本のラインはファン、サポーター、選手とクラブが共に力強く進むワンチーム、そしてプラスワンゴールのフットボールスタイルを象徴します。以上の3種類のストライプを組み合わせたものを東京ストライプスと呼びます。多様な方、多彩な方の人に多彩な方の人に、そして歴史の方に多彩な方の人に、これらの3種類のストライプを組み合わせます。お前らこっちの方が全然いい。さらにジングルの構造においても縦の指令は現役の方を募集しつつより無駄に、デザインの指令はサッカーボールの20年間を構成する五角形と六角形のボールを取り入れています。7本のリーグストライプは黄金比のものとなり勝利の星を果たしつつ五角形を反映しています。五角形の人もねえから。クラブカラーもこれまでのクラブカラーを募集した青赤とゴールド。青は青年と落ち着き、ダサすぎ、ピッチでの冷静なパフォーマンスと冷徹にゴールを奪う選手たち。赤は仲間を鼓舞しスタジアムに歓喜を呼び起こし東京中に元気を出す情熱を、そしてゴールドは東京の街のように輝く栄光を表現します。以上をもちまして CM の発表を終わらせていただきます。それでは最後にもう一度 CM のムービーをご覧ください。皆様ありがとうございました。Thank you.